どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。2020年の一発目、嵐いきます。今年いっぱいで活動休止を表明しているということで、嵐の代表曲ハピネスをこの小さいウクレレでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョン、後半はノリノリのイケイケリズムでやるかっこいいバージョン2バージョン、最後までご覧になってください。さあ皆さんウクレレ始めましょう。ウクレレは4本しか弦がなくて超簡単、大好きな曲、どんな曲でも弾いて歌えます。もうちょっと下ここにリンクありますよ。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けるようになりますから、ぜひ気軽に始めてください。 YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られて無料。始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽が1000曲以上、超簡単ウクレレレッスン動画としてすでにアップロードされております。いろんな音楽があるんですけど、さっきのリンク先のところに行って検索、曲検索とかジャンルボックスに分かれてるんで、いろんな曲探してどんどん音楽やりましょう。音楽聴くからやるに変える、これがいいと思います。さてこのハピネスという曲ですけど、原曲はですねサビになるとキーがドッと上がる、アレンジになっているんですけど、そこはガズレレ流ウクレレ初心者練習バージョンですので、キーは上がらないバージョンのオリジナルアレンジでやってみようと思います。そういうわけで2020年一発目、嵐のハピネス、初心者向け簡単バージョンからやってみます。1,2,3,4 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeahのハピネス、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。サビでキーが上がらないので、ものすごく初心者さんでも簡単にできると思われますので、ぜひ皆さん思いっきりやりましょう。もちろん今のは聞いていただいて分かったように、ガズレレ流ショートカットアレンジでございます。フルでやりたい方、2番の歌詞とか書き出してもらうとフルでできるようになりますので、やってみてください。今やったシンプル簡単バージョン、テロップと一緒に合わせられた方、それでも自分でノートに書いて、そのノートを見ながら自分だけの演奏でやってみてください。その時の参考になりますように、私のノートを見ていただきます。こっから始まります。これイエーイイエーイイエーイということで、これこんな感じ、ちょっとこれ前奏のところ短めに書いてありますけど、はい、こんな風に進んでいきますよ。一時停止してメモってってくださいませ。でいつものことなんですけど、この下にくるっと囲って書いてあるやつはですね、後半やるかっこいいバージョンではこの弾き方やりますよってことで書いてありますんで、今のは上の段をやりました。一時停止で、じゃあ1番2番これ A メロ書いてってください。はい、いいかな。ここ B メロですね。結構ね、勢いありますかね。はい。テンション高めがいいと思います、これは。年始早々、テンション高めでございます。はい。ここサビですね。はい。今のこれシンプルにここまでやって、あとイントロのフレーズ最後戻って終わったというのがガズレレオリジナルアレンジでございました。で、この曲ですね、何気にコードはめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。ちょっとじゃあコードを見ていきましょう。この、
これ以外、ここですね。これ上に書いてあるやつ、これ。C と、C と F と Am と Dm、C7、D7、G7、E7、Em7、A7 ということで、まあ、てんこ盛りだと思うでしょ？これね。これはですね、もういつも出てくるこのガズレレ必須コード勢揃いでございます。このガズレレ必須コードってなんじゃらほいということなんですけど、ウクレレで音楽やろうと思った方、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で都合が良くて、役に立つコードのグループがあるんですよ。10個ぐらいあるコードのグループをこのガズレレ必須コードと呼んでいるんですけど、このウクレレにとってね、このコードのグループはもうめちゃくちゃ助かるやつなんで、ぜひ皆さん覚えていただきたい。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見ると指1本で押さえられるコードたっぷりあります。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいります。そこで以前私が分かりやすく解説している動画ここに貼っておきますんで、ここでちょっとコードの勉強をしてみましょう。10個です。この10個さえ覚えておけばほぼいろんな曲できますから、ぜひやってみてください。で、今回はですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、まずコードが3つぐらい追加されます。どんどん見ていきます。これまず、これはよく出てくるんです。 G7 サス4ですね。 G7 サス4っていうのはよくサス4って出てくるんですけど、もともとあるこの G7 っていうコードと行ったり来たりする関係性にあります。まず普通の G7 を押さえる場所行きますよ。こことこことここです。G7 ってこうでしたよね。小指見ててください。ここ足したら G7 サス4。離したら G7 ですね。こんな感じで使っていきます。はい。G7 サス4がまず1個目。はい、次はですね、これ。これがちょっとね、かっこよく使いたいんですけど、Gm7 ですね、これ。これ、ちょっと見てみましょう。はい、押さえる場所。まず、ここと、ここと、ここの3つですね。ここの2つ同時に押さえるわけですから、こういう風にこうやってやって、このぐらい反り返るぐらいギュッと押さえます。1弦2弦。で、ここをちょいと足す。こんな響きですね。はい。ここのこの反り具合が重要ですからね。これ今 Gm7 でございました。はい。これが一瞬出てきますね。はい。次はですね、ここ、このコードなんです。これ簡単でしょ？ C オーギュメントっていう風にまあ言われてますけど、これあんまりコード名っていうよりこの、Am の1個下がったやつ、これ1個だけなんですよ。4弦の1フレットだけ。これはね、結構効果的に使います、ここ。サビの中で出てくるんですけど、流れるようなフレーズです。Am、C、AUG、C から D7。だんだん下がっていく感じ。ここのところに C、AUG、C、オーギュメント出てきます。一瞬ですけど、サビの中で出てきます。この3つのコードを足してやっていきます。でね、このかっこいいバージョンはなんつったってリズムなんですよ、リズム。リズムがね、このね、こんな、リズムの基本はね、これね、いつも、このパターンのやつは説明が難しくって、斉藤和義さんの歩いて帰ろうと同じようなカッティングなんですよ。こんな感じ。これね、カッティングの16ビートというか8ビートというかなんですよ。これね、このワンブロックをどういう風にカウント取るかってことなんですけど、ちょっと、8ビートとか16ビートっていうのを一回忘れて、じゃっちゃっちゃ、つちゃつちゃつちゃ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 、なんかこれ聞いたことない。こんな風に頭でイメージするのがいいと思います。じゃっちゃっちゃ、つちゃつちゃつちゃ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 、今カッティング入れてます。この、なんでこれ一応このふわりでいくと16ビートだと思うんですけど、16ビートのカッティングのフレーズのメロディーですね。メロディーじゃねえや、フレーズだな。じゃっちゃっちゃ、つちゃつちゃつちゃ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 、これがベースになっていると思います。ちょっとこれをね、これ結構難しいですよ。弾けたとしても一緒に歌うとなると、これ相当難儀します。ここ一応書いてみました。はい。こうなります。タツ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 タタカタカ。タツ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 タタカタカっていう感じなんですよね。この丸は弾いて、バツはカッティング。ダツタ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 タカタカ。4つずつ区切ってますね。これちょっと参考にして、口で言ってみるのも、おすすめしますからね。タツ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 タタカタカタツタツタクツタツタスカタカタカ、これが一応基本のリズムになります。はい、これ奥が深いですよ。これはでね、A メロのところはね、裏打ち A メロの向かい風のところはね、ここはね、こんな感じ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、向かい風の中でパンツ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 、こんな感じでいきたいと思います。これは結構シンプル。ワン、ツー、スリー、フォー、向かい風の中で、パンツ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 、裏で書いてくる。これね、結構かっこいい。疾走感バンバンでいきましょう。ほいで、B メロのところはですね、これ8ビートのチャットというか、早い8ビートのチャットというか、16ビートのチャットというか、ちょっとこう、イメージはこんな感じ。思い出の後先を考えたら、寂しすぎるんだとすたぶんだとすたぶん、8ビートの速いやつっていうイメージの16ビートのチャでございます。ちょっとややこしいんですけど、なんかちょっと感じをつかんで。ドンダトストタン、ドンダトストタン、ドンダトントタン、ドンダトントタン。はい。で、サビは、タン、
最初やったやつね。これイントロとサビではこのリズムでいきたいと思います。つまりこれ3つのパターンでいこうと思います。ツッパー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 、これが A メロ。 B メロはジャンジャジャンジャンジャンジャジャンジャンジャンジャ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 ジャン。でイントロとサビはタッ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 タダカダカタッ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 タ、3段活用。これはなかなかリズムは奥深いでございます。一応参考までにですね、リズム弾き方、いろんな弾き方、ここのリンクを見ておいてください。このリンク先はウクレレできるリズムの入れるというガズレレホームページを1枚で、その中からやっぱ16ビートのチャなのかな、8ビートのチャと16ビートのチャ、どっちとも取れるっていう印象なんですよね。なんでちょっと自分でご理解をいただいてですね、これ説明がちょっと難しいリズムなんでございます。チャッチャッチャーツチャスチャスチャチャカチャカチャッチャッチャーツチャスチャスチャチャカチャカなのか、チャッチャッチャーツチャッチャッチャチャカチャ、リズムの取り方でこの16ビートと8ビートの感覚が変わるってことなんですけど、まああんまりちょっと難しいことは意識せずにノリ重視でやってみるのがいいと思います。はい、で今のリンク先からちょっとリズムのこうヒントを探し出してください。とはいえこういうストロークの全ての基本は8ビートというリズムのが基本になってますんで、これから初めてやる方は8ビートのリズムをマスターして、その後にチャッというリズム16ビートに上がっていってください。これがポイントです。あと A メロの中チャッチャッと裏打ちで来るって言ったんですけど、ここのところのワンフレーズだけは決めとしてチャッ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 というフレーズを入れてみましょうというふうに考えてます。このあと2回ぐらいね、最後 A メロに最後のところに入ってきます。それとですね B メロの中でもね、ここ騒がしい未来が向こうで、ここでタータータってここ決めが入ったりとか、これテロップにも書いておきますんでね、ここもタカタカだとか、ここサビに行く前とかね、テロップの中でもこのヒントを書いておくんで、ちょっとよく注意しておいてくださいよ。サビの中でもさっき言ったこの一個ずつ降りてくるやつ、この C A マイナーから C オーギュメント、A マイナーから C オーギュメント C D セブン、じゃん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 、ここかっこいいやつなんで、ここはね見逃さないようにしてください。はい、でちょっとここ見てください。これね、さっきも書いてた矢印なんですよ。これ矢印、この矢印マークご注目ください。この矢印マークはリズムが前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションというリズムがあって、ここはサビの中で一箇所決めみたいな感じで入ってます。ちょっとゆっくりやると走り出せ走り出せ明日を迎えに行こう、聞かせてよ。今 A マイナーがちょっとアップになった E7 からここ聞かせてよ、この言葉のよにあって、この矢印のマーク、このテロップ見てくださいね。聞かせてよ、はい、ここ前にゴーンと食い込んでくるこのシンコペーションマークが入りますね。要注意です。ということで細かい決めありますけど、この曲は元気いっぱいハッピネス、もう勢い重視のこう疾走感満載、モリモリでいきたいと思います。ガズレレリューかっこいいバージョンハッピネス、やってみる。ワン・ツー1, 2, 3, 4 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah 向かい風の中で嘆いてるよりもうまくいくと想像すれば、いつの日か何度も立ち上がると思い出の後先を考えたら寂しすぎるね、騒がしい未来が向こうできっと待ってるから、走り出せ走り出せ明日を迎えに行こう、全部感じてるよ、止めないで止めないで、今を動かす気持ち、どんなに小さなつぼみでも一つだけのハピネス、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう元気もりもり、もうなんかね本当にハッピネスって感じでいきたいんですけど難しいですよ、このね
これ弾きながら歌うっつうのはもうこれ相当脳トレになりますから、皆さん脳みそ柔らかくしてやってみましょう。これ体を揺すってこうね、結構なんていうのかな、もうパワーでこうグッといく感じの方が案外できるかもしれない。細かく分析するよりこうノリをね重視した方がいいかなと思うんですけど、でもこれは簡単ではないと思います。やっぱりこのチャッ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 カッティングがものすごく凄まじいでしょ。見てた、このパチパチパチ、このカッティングのね応酬なんですよ。つまり結局はですね、はい、その辺のところリズムを楽しんでねやってみてください。あのできてるつもり、このかぐいぐい持っていく感じがポイントになると思います。2020年もどんどん行きましょう。ありがとうございます。さあ2020年どんどんイベントが決まり始めてます。今とりあえず公開できるのは2月16日埼玉県川口、3月15日茨城県水戸でガズレレイベント開催します。2つとも島村楽器さんにお問い合わせいただきたいんですけども、これはね相当ガズレレのイベント面白いってことになってますんで、人生音楽人生変わっちゃいますよ。はい、お一人様も大歓迎、お仲間同士ももちろん大歓迎、もう来れば分かるどういうことなのかな。ぜひ皆さん、お誘い合わせの上ご覧になってください。じゃあ来てください。はい、であとこのちっちゃいガズの、わがままくれ、これもですね今もうちょっと変えると思うんですよね。この辺のこともね、全部あのホームページに載ってますけど、ガズレレホームページガズレレ .com チェックしてください。ここにリンクも貼っておきますからね、すべてのことはこのガズレレホームページでご覧になっておいてくださいませ。あと立東ミュージック社からベストセラーの本出しています。はい、これともう一冊って 2冊出てますけど、もう累計4万部に迫る大ヒット商品になっております。皆さんぜひご活用ください。楽しく音楽しよう。2020年もどんどんいきます。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。